友の勝久9月2日から1942年5月31日は日本の海軍軍人。太平洋戦争において特殊戦航艇、公表的艇長としてシドニー湾攻撃に参加し戦死。二階級特進により最終階級は海軍少佐。友は愛知県で材木店を営む家の三男として生まれた。父は 日露戦争で、個人勘定、高六級を授けられた、陸軍軍曹である。海辺に近く、家業のため、馬が身近にいる環境で成長した友は、活発な幼少期を過ごし、水泳、乗馬を得意としていた。進学したカリ谷中学では、サッカー選手であった。中学5年での開閉受験には失敗したが、1年の、浪人生活の末、 海兵と陸士に合格し、海兵進学を選択した。友は16年ぶりの300人クラスであった、海兵68期生であったが、最上級生の海兵65期は、鉄拳で68期を鍛え上げ、豊田城によれば68期は、土方クラスと呼ばれるようになった。68期生288名は、 太平洋戦争で200名の戦死者を出し、戦死率は69.4%。2階級、特進者は4名で、友も、その一人となる。友帝が来月したシカゴ1940年8月、卒業。友は、練習巡洋艦、カトリ乗組として、練習艦隊で、実務訓練を受けたが、日中戦争等の影響で例年よりも短縮された、日程となった。 ついで、軽巡洋艦人通乗組を経て、水上規模艦千代田乗組を命じられる。千代田は、名目上は、水上規模艦であったが、実際は、公表的と呼ばれその存在が否得されていた、特殊選考艇の搭乗員要請を行っていた。友は、岩佐直司や同期生の広尾明、坂巻和らと、特選定長要員として、訓練を受けていたが、 真珠湾攻撃で、岩佐、広浦が戦死し、坂巻は捕虜となった。真珠湾攻撃後、五石が前提未帰還という結果であった、特戦の港湾侵入攻撃に軍令部は消極的であったが、戦訓を取り入れた装備の改善が実施され、特戦による第二次攻撃が決定した。トムはその定調に、帝府として足辺神が選ばれた。 他の三人の丁長は、松尾義隆、中馬健四らである。騎士に乗り上げ不発であったトモテが発射した、魚雷トモテが発射した魚雷の爆発で沈没した、宿泊艦クッタブルシドニー攻撃を実施することとなる部隊は、真珠湾攻撃でも、特選部隊を率いた、佐々木半球大佐を指揮官とし、1942年4月末から、 偵察や商船への攻撃を行った。5月23日に実施した潜水艦搭載機の偵察飛行の結果、佐々木大佐は攻撃目標をシドニー港に定め、部隊の集結を命じる。この間、特船、搭乗員や特船搭載艦はトラック島で待機していたが、4月30日にはソロモン方面へ出撃を命じられ、産後回回戦中は、 作戦行動を取りイ二十八を失った。このイ二十八は伴え、足べてを搭載する予定であったため、他の三艦は伴え、足べてを残して五月十八日にトラックを出撃した。しかし、イ二十四搭載の特戦で電池爆発が起こり、艇長は負傷、艇負は戦死した。このため、イ二十四は友手を搭載して再出撃したのである。 1942年5月31日17時20分、特選三席は、シドニー郊外に進出した母船から出撃した。伊22の松尾義孝邸、伊27の中馬県四邸、そして、伊24からとも帝という順序である。この、特選三席は、中馬邸が防戦網に、スクリューが絡まり、中馬と大森武氏は、邸を自爆させ受血した。 友帝は、米従巡洋艦シカゴに接近しつつあったが、ミハリーンに発見され、対空砲による砲撃を受けて損傷する。このため一度退避してから、シカゴに魚雷二本を発射した。一本は、シカゴ付近を通過して、岸に乗り上げ不発に終わり、他の一本は、シカゴと、 オランダ潜水艦 K9 の艦艇を通過した後、宿泊艦クッタブルの下で岸壁に当たって爆発。同艦は沈没し、21名が戦死した。また、K9 も爆発の衝撃で損傷した。松尾艇は、小海艇薬船艇の攻撃をかわし、出航しようとしていたシカゴの来撃を図ったが、発射艦故障により発射することができず、 松尾艇は同館へ体当たりを行った。しかし小接触に終わり、頭部の魚雷は爆発せず、松尾と土地正雄は艇内で自決した。特戦搭載潜水艦は6月3日、黎明まで特戦の帰還を待ったが、特戦三隻はいずれも街道地点に現れず、友を含む搭乗員6名は全員戦死とされた。松尾艇中馬艇は、 豪州海軍が引き揚げ、4名の遺骨は交換船で、日本へ帰国したが、友邸は郊外に脱出したことは確認されたものの、シカゴの機銃装射による損傷が元で沈没した。同期生たちは、友邸が発見された場合にその引き揚げに協力する、準備があり、その一人である、豊田城は現地を訪問したこともあったが、希望を果たせぬまま、世を去った。 シドニー湾攻撃から64年の時を経た2006年11月、友と足辺の上景は、シドニー湾郊外で発見された。友帝の帝府として戦死した、足辺神は、和歌山県の出身で、和歌山商業在学中に、明治神宮水泳競技大会で優勝、また海軍入隊後も、明治神宮体育大会 400M 平泳ぎで一等賞を獲得した。 水泳の名手であった。二階級特進により、最終階級は、海軍特務省位。前列三人目から中馬、秋枝三郎、松尾、一人おいて、岩瀬勝介。ありがとうございます。